はい、どうもキョペちゃんです。妖怪三国志クイトリオーズやっていきましょうということで、ついにこの日が来てしまいましたね。青一色天下統一クイトリ戦終了のお知らせですね。まあ、これによっていいのか悪いのか、赤の人も緑の人もね、あの好きなとこでバトルができるようになったみたいで、まあ、今までは自分の国と隣接しているとことでしかね戦えなかったんですけど、まあ、これでカイラとも戦い放題になったみたいなんでね、今までカイラとなかなか戦えずゲットできないという人も、まあ、これによってねカイラゲットのチャンスということで、まあ、結果的にはね丸なのかなわかんないですけど、まあ、今のうちにゲットしとくのもいいかなと思います。ということで今回ね何していこうかな。なんか色変わったらねそこを攻めていこうかなと思うんだけど、色変わんないから、どうしよう。まあ、この機会にちょっと普段戦ってない普通のバトルやっていこうかな。ちょっと強めの相手とか、無双級も強そうだけどね。一番上のなんだっけ、小生級というものかな、これ。ここと戦ってみようか。戦力差だいぶあるからね負けそうだけど、一応ワンチャンあるかなと。エンマに助っ人してちょっと試しに戦ってみよう。ワンチャンね、孫権の必殺がたまればどうだろう。うわすごい、やばいやばいやばい、もう崩壊寸前なんだけど。ちょっと待って、一回カイラを復活させていく。いやこれえぐいぞ。邪魔だ。ちょっと待って待って待って、いや強い強い強い。いやなんとかキリンは倒したけど、いや待って、圧倒的すぎる。どうしよう。おワンコンティニューでいけるかな。勝てばね、あの宝珠もらえるから。うわちょっと座敷わらしが一発なんだよね、ネタバレに。うわきつい。あーこれは無理だわこれは無理だな。うわーダメだね、全然ダメだった。全然圧倒的に負けたね。無理無理、これ頑張ったところで無理だわ。うわー強すぎたね。無双級だったらいけるか。無双級いってみるか。さすがにこれはワンチャンいけるんじゃないか。戦力差は5000ぐらいだもんね。さあやっていこう。進むづらいよ。あー強いな、もうエンマがもう死にそうだもんね。あーやれた。邪魔だ。きついぞ。孫権たまればワンチャン。やばいやばい、カイラがやばい。いやカイラがやられるのはマジでやばい。やばいやばい、あとやばい、カイラ一体になったきついきつい。どうだ、ワンチャン。それで混乱で自滅してくれないかな。邪魔だ。よいしょ。おいいぜ、いいねいいねいいね、やってるやってるやってる。あだがもうきついか。うわ死神の術いって、よしよし来た。混乱させていく。どうだ。邪魔だ。よしよしよし、いった。奇跡、孫権ぶっ壊れ性能強え、勝利。やったぜ、コンティニュー足でクリア。これで少し宝珠もらえるね多分。ちょっと一回ミッションに戻ってみようか。めっちゃ強かったな。あ来てる来てる、オッケーゲット。じゃあ次飛翔級やってみましょう。戦力差は3000くらいだね。まあ、さっきのやつは勝てたから、まあ、今回は多分もっと楽勝でいけるはずだけど、座敷わらしやばし、まあ、でも座敷わらしにアイテム使うのはちょっともったいないかな。混乱させていく。覇王エンマ玉、よいしょ、硬い、さすがに硬い。いいんじゃないいいんじゃない、カイラの必殺でこれ一掃できないかな。よいしょ、ダン、オッケー、勝ったぜ。飛翔級も処理。これでまた宝珠がちょっともらえると。てか宝珠もらえる数少なくないかこれ思うんだけどさ、ミッションでしかもらえないじゃん。しかも5とか、まあ、よくて10とかさ、ログインボーナスで今30もらえるけど、まあ、今後が心配だよね。
やばい。まあこれがいつまで続くか分かんないんですけど、まあ、緑の人も赤の人もね、これによって今カイラと戦い放題なんで、カイラね限界突破のチャンスとなってますので皆さん頑張ってください。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画で少しでも楽しんだけたらぜひ高評価ボタン押してってね。それではキョウペイちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。